こんにちはせーってすいませんハニーとバンビの好きなバカーよいしょー見切れてるね、はい。バンドテイク教えて教えて。よいしょ始まりました。よいしょ。ね、今日もハニーで来週はバンビです。はい。再来週もそうなの？いや、まあ、わかんないですけど。マ、う、オ、ん、今日ケミストリーみたいだって。俺社長。俺社長なんだけど社長なんだけど社長。社長で社長。あエグザイルのあの、うん、そう。LDS なんだっけ？え、社長だよこれ。そうそう、なんか LDH みたいな。LDH、LDH。うんうん。社長、ね、そう。EXILE のね、ヒロさんです今日はね。そうだよ。うん、ね、まあね。とりあえずね。よいしょ。なぎさ聞かれてる。ああ、なぎさ聞かれる？いや僕椿です。はい。椿だよ。おはよう。あ、違う、まあ、飲みが足んねえな。ねえ、うん、まあね、今日はね自己紹介またします？じゃあ、はい、しましょう。はい、じゃあ、はい、スージからじゃあ、はい、あ、自分いいっすか、はい、おはようございます。あ、はい、自己紹介して、ね、あ、自分、あの、スージって言うんですけどハニーが始めたんですけどめちゃくちゃいい先輩持ったなって。ちっちゃいな、これ、これもうちょっとこうね、ガンマザファッカー、いや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 、マザファッカー、イエイエイエイマファッカー、イエ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 イ。まあね、まあ、そんなね、まあね、シュージね、あのやっぱね、あのこの動画で見るとあんまりね、かっこよさが伝わらないんですけど、あの実物見ると本当かっこいい、うん、あの人です。マジで整ってますね。はい。ね。まあね、はい、じゃあ、はい、レンジは、はい、はい、あ、すいません、ハニートゲで畑菓子いただいてる、はい、アップしなくていいの、いた方がいいですか、アップいた方がいい、はい、ガッツリアップきついですね、結構、いや、アップいた方がいい、アップで見たい、見しろ、あ、了解です、うん、それとかあるから、言います、行こう、あ、もう、あ、大丈夫ですか、すいません、これアップですか、あ、ほんとびけしか、あ、すいません、あの、ハニーの立花レンジです、はい、いろいろと酒癖と、あの滑舌の悪さ治ればちょっと売れるのねって言われてるんですけど、あと指これがもう、はい、指見るってよ、指ですか、僕のまっすぐに見、3、3、2、1、1、おい、これまっすぐです、これうわやばい、これまっすぐです、すいません、そんなレンジです、やばいね、あ君も今日初めて見た、俺初めて見た、ありがとうございます、いや初めて見ちゃったな、気持ち悪いね、顔だけじゃないですよ、指もまあね、ねえ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 、あずまみきひさって書いてある、いや楽しいのっぽいね、ちょっとね、なんかいろいろいるよね、なんか似たやつ、結構いろいろ似ますね、うん、嬉しいですけど、いやまあね、あ、そうだ、そういえばその指で手間できるの、いや、どうやってやんの、すごいかな、どうやってやってみて、サンサン、ねえ、ねえ、どこっちかな、これだからこれだから、これはすごい、いいポジションいけるよ、これだからこれだから、はいはい、分かる人は分かると思うけどね、すごいね、すごいね、まあ、ね、最近、逆転マンってスノボー行ったんだよね、はい、俺と、スージと、マオと、タクヤと、リュウキ、はい、いたんだけどね、気持ちよかったね、気持ちよかった、ね、温泉思い出されちゃったけどねギリギリで ね、いや気持ちいいねって露天風呂入ってたら、あ、ちょっといいですか
ええええええみたいな。え、そういう時、なんて言われましたか。追い出される時に、なんて言われました。なんか炭ダメなんで。そう。あ、それはなんかこうストレートに。ストレートに行っての、なんかとりあえずマオがもうちょっと温めさせてよって。で、まあみんなで出て、で、なんか1日いたんだけど、まあ丸1日ぐらいいたんだよね。まあ、15時間ぐらいいたんだけど、ご飯、俺ら7食ぐらい食べてるんだよね。相当食べて、7食ぐらいほんと食べて、めちゃめちゃ多分俺らもうデブじゃんとか言って。あれデブだよね。いや、マジで。まあ、自分はデブじゃないしね。めちゃめちゃ食べてね。で、なんか、修二はなんかね、なんか17歳ぐらいの女の子ナンパしたよね。それ知れ、それ知れ、それは何か、ゲレンダマジックで、ゲレンダマジック、やられちゃった、やられました。ねえ、まあちなみに俺とシュージは、まあ下手くそなんで、いや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 、大事なやつはうまいっすよ。いやいや、俺寝てたじゃんだって、もう途中。いや、それダメっす。大事、途中で脱落したもんね。そう、脱落したんだよね。でも、多分見た目は一番できそうだったよね。あー、ウェアで、ウェアね集合写真、集合写真ちょっと見せるんで、もう見た目は多分一番できそうだったんだよね。めっちゃ行ってないから辛いな。行っても辛いね。ロリ辛いね。誰がロリコンじゃい。あれ、俺集合写真見えるっけ。誰がロリコンじゃい。行ってるもんね。だって俺だけ辛い。俺だけ行ってないもん、この中で。この中で、その棒、俺だけ行ってないもん。はぶられてる。ね。そこだよね、やっぱ言ったのね。マオ、イメチェンかっこええ。乾杯しましょう。イメチェンかっこええ。大事はナンパできないね。逆になんかしてくれたらっていうとこあるよ。俺ちょっとおじさんにナンパされたよ、でも。男気っすか。あの、リフトでナンパされたよ、俺。イエーイ。なんかリフトでね、隣にね、変な知らないおっさんいてね、あの、女、なんかね、話しかけてきてね、ちょこちょこね。そしたらね、女の子かと思ったら男の子じゃんって言われた。なかった。いや、違う。えい、しゅうちゃんおいで。アイスいる。あ、まあね、これ見せて。じゃあ僕行きます。これ3人だけどね、これね。レンジ、夏希レンと間違われてる。あ、立花レンジです。はい、立花レンジです。ここ、こっちょうどいいですか。もっとこう、行こうよ。それ俺と大二と咲夜ね、全然見えないね。ね、全然見えないね。やめよう。すごいさ、ピンボケしてるよ、なんか。あ、ごめんなさい。まあね、見えないぐらいがちょうどいいよね、なんかね、かっこよく見えて。これは見せとく。いや、それあの、チェーンメン。いや、待って、あ、見せようか、じゃあ。ダメです。でも面白かったものね。面白かった。滑れないけど俺は。そうですね。大事な滑れですね。いや、違う。いや、ねえ、スーちゃんって半ペソ書いてたじゃんね、途中だって。お前、もう滑り方が分かんないって。でも多分あれ結構みんな落ちるんで、最初は滑れるようになって、で、徐々に板をまっすぐしようとして、まあそれ多分俺のだよ。あれ、俺かで、徐々にまっすぐしようとして、で、滑れなくて、で、こけて怖くなっちゃって、じゃあ元に戻して、じゃあ横で滑ろうかなって思ったら、あれ、なんか横も滑れなくなっちゃうみたいな。これ多分みんな多分、そのモードが落ちるだろうね。なんかちなみになんか、まあスノボの上手い下手みたいなところがあって、で、なんか、まあスノボ上手い、なんか下手な人っていうか、まあやったばっかりの人は足がなんかこうっていう、ちょっと説明して、なんか何をですね、何の話、まあこうなんていうの、スノボの話も良くない。あ、そう、いや、でもいやこれだけは言いたくて、面白い。いや、面白いとかじゃなくて、これだけは嫌なやつだね、なんかね。最近ヒリに嫌なやつになる、なんか。まあとりあえずね、まあね、まあ、難しい話ね、つばきつか、そうだよ。ぜひでもたまにするよね、そのなんかさ、ちょっとさ、説明できないのにさ、頑張って説明しようとするんだけど、すごく難しい話をしようとするよね。まあ、でも言いたいでしょ。いや、まあ言いたかったんですけど、やっぱこう、不器用なんで。で、どこ行ったんだっけ、つばき。え、何、あ、その後、どこ行ったんだっけ。違う、そういう…どこ行ったんだっけ。
まあ軽いぞ、ね、でもあれ近かったからよかったよね。ちなみに俺の地元だから、地元軽いぞ、俺の地元覚えてる、地元地元なんだ。いやでも近かったね、ほんとね、近かった近かった、うん、近かった、なんかね、近かったとこあったんだけどね、もともとね、そこ意外に遠かったからね、全然違うからね、なんかね、まあ謝ってってもなんかさ、なんか俺思うんだけど、なんかすごい渚ひかるが多くね、あの毎回毎回出るたびになんか誰なのかな、これなんか椿が出ると多分そうなんだよ、なんか俺ミラクル的なポジションみたいになってるけどさ、そう、うん、ミラクル、そう、ひどいんで、昨日ね、僕12時まで付き合わされたんですよ、彼に。昨日昼まで付き合わされて、あの彼のオナニートークをずっと聞いててなんだろう、普通になんか大豆さん、たまには僕の話を聞いてくださいとか、わけわかんない話をしだして、で次第に何を言ってるのかわかんなくて、とりあえず殴ってくださいとか言い出して、いやなんで殴りたくない、嫌だよって言ったら、もう気持ちいいことしてくださいみたいな、僕の顔をグーで殴ってくださいって言って、とりあえずしつこいから、もうずっと1時間ぐらいしつこいから、もうとりあえずこうやってペチンってやったの、はい、そんなんじゃ伝わんないんですよめっちゃ怒られて、めちゃめちゃ怒られて、え、てかさ、俺さ、お前にさ、こんな朝まで付き合わされて、次の日、今日ね、出勤しなかったらお前こうやばいよって言ったの、はい、うん、そしたら、明日出勤しなかったら500万円罰金でもいいですとか言って、うん、今日出勤してないからね500万円いいね、やばい、それもミラクル飲んだ方がいいよ、ミラクル、ミラクル飲んだ方がいいで、しかもあいつ結局最後潰れて置いて帰ったからね、そう、ひどいよね、あいつオナニーだよマジで、ほんとオナニーキャスト心配して LINE 飛ばしたんですよね、やらかさなきゃ、ひどく無視でした大丈夫って、二日酔いって、うん、やっぱりもう僕は大地さんが好きですっていう話を 2,3 時間ぐらいずっとしてそう、売りかけ回収ありがとうございますって、はい、まあなんかそんな感じでしたね、はい、楽しいね、なって食べちゃって、誰飲みなよ監督、早く飲みなよ、ちょっと監督飲み、今しかないじゃん飲むチェーンでもね、うんうん、ケミカルとミラクルね、いいね、なんかうち面白いのいっぱいいるよね、ね、変な子ね、うん、なんでだろう、面白いやつだから本当に、うん、楽しいと思って仕事できますよ、変なやつ多いよね、うん、確かに本当に思う、そうだね、そうだね、うん、最近シュージがすごい面白いですからね、うん、シュージマザーファッカーが 俺の中では結構面白い、来てるよ、はい、いや来てる、でもマザーファッカー多分1、2ヶ月後飽きるから新ネタ用意しておかないと、新ネタ、新ネタ、そろそろちょっとお願いします、シュージ可愛いってよ、そう、シュージ可愛いって、マザーファッカー、シュージ、いえ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 、いやこれでも評価が低いですよ、あ、ダメなんだダメなんですあんまり面白くないんだ、あんまりダメ、まあ、でも初回でじゃあさ、この前さなんかこうやったのは、じゃあ、はい、初回でやったやつ、でも、ないだろ、でもちなみに、シュージリシャール入れたいって、え、ちなみにファブリーズの人はシューズだからね、ファブリーズ、うん、香水代わりちょっとファブリーズだね、マグマルさんですか、ね、マグマルさんですかやばマグマルさんですか、カズマルさんですか、カズマルさん、カズマルですね、やばいね、うまいうまいうまい、疲れた、うん、シュージ君日焼けしてるのはサロンで焼いてるの、うん、サロンですか、まあ、大体サロンだよね、まあまあ、うん、いや違うんですよ、あのスノボで焼けちゃったみたいな、ああ、うん、でもサングラスだけしなかったんですよ今ね、そうっすね、でもベンチも黒いよね、あ、僕はジグラですよ、肝臓が悪い、でもなんかよく言ってたじゃん、なんかさ、はい、1ヶ月に1回グアムで焼きに行くみたいな、そんなオシャンディじゃないし、お金持ってないそんなグアム行こうだ、でも椿も良かったね、あのゴーグル開けしないで、ね、よかったよかったよかった、キングイエーイあれ椿さ、はい、ね、はい、やっぱ椿は美白だからさ、やっぱこんな焼けたら目立っちゃうじゃん、やっぱりさ、ね、やっぱでも黒椿は見たくない、白椿しか見たくないよって、うん、言ってくれてるんで、そうだね、うん、そうだね、
ね、このね、そうね、なんでこの ハチパチなんだね、これね。あ、そうなんだ。ついてるよ、なんか、そういった白の椿。でも、もう黒いよ、完全に。なんで入れるの。腹は、腹は腹は好きだよ。どういうことや。生理前だって。生理前、生理前、生理前、うん。あー、若干あ、中で入れないしてんだ。そうなんですよね、最近ダメなんですよね、生理前なんで。バレてます。何が。なんかその女の子らしさ出てます。なんかあれだよね、あのなでしこジャパンにそうだよね。特にサッカーやってる時ちょっとっぽいよね。フットサルの時にそう思いました。言われましたもん、みんなに、ね。あ、来月釣りをしたら。あ、やります、やります、うん、もちろん言います。俺、大地さんキャバクラで見たって噂よく聞くって拾うけどさ、うん、俺マジでキャバクラ行ってねえんだけどさ、それ本当に引き違いだと思うよ、マジで、うん。まあでも俺行ったら行ったって言うもん、逆に、うん、マジで、うん、ねえ、行くんだったらちょっと地方行きたいよね。すいません、地方、地方。え、なんかすごい狙ってる、ね、すいません。あれ、俺のがない。多分そっくりさんだと思う。大樹、うん、ジェントル飲みに来て。いやー、行きたくないな。ジェントルマンズクラブ、全然行きたくないよ。僕なんかが行ける身分じゃありません。はい、博多は美人多そう。ラーメン食べたい。あー、では、てか、どこの地方の子がさあ、方言が一番可愛いのかな。やっぱ博多かな。あ、じゃあ、いいよ、じゃあ、うん、じゃあ、いいよ、UG さんから。で、UG からどこの方言が好き。神奈川ですね。神奈川どんな方言あんの。どんな、ちょっと、じゃあ方言言ってみて。言ってみて、じゃあ方言とか。神奈川って何。お前、なんとか食べ。ダメがいいんだ。ダメがいいんだ。ダメ系。俺、なんとか食べ。え、女の子にダメって言われたいの。いや、言いたいっす。あ、言いたい方ね。でも今ごめんね、今話してるのは女の子が、その何弁が好きなのかみたいなところだからさ。それはもう、真央さん。いや、真央、真央はヤギのせめんだよ。博多、広島、大阪だよね、やっぱね。その3つかな。自分も喋りたいっすか。女の子だとそれぞれ可愛いじゃん。で、当時は僕はやっぱりこう、駅弁が好きですかね。グイ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 。やっぱそういうとこ欲しがりだよね。やっぱそういうとこ欲しい。エッチをする時の誘い文句をさ、名古屋弁で言ってよ。サンサンニーニーウシェットおめえとしてんだがダガン。やだやだやだ。ダガン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 なんだ。はい、なんかね、ダガンとね。でも女の子はなんかそういう、なんだろう、言葉がきっと好きだなって思うね。じゃあ女の子的に言うと、男は何弁が好き。じゃあレンジちょっと。じゃあサンサンいい。何弁が好き。何弁が好き。俺の駅弁好きなんです。いや別にやばいぞ、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 やばいぞ。使い回し系はやばいね。ここではもうすごいバッシング。それお休みとか言われて。そうですね、だから何出したと思って。それやばいよ。あ、でも京都もいいな。京都もいいな。はんなり、はんなりって博多大好きっすね。どうですか。レンジがこう誘う時の誘い方みたいな。うんうん。じゃあお願い。サンサン、ニー、エジビ、ゴラン。おめえのおめこめちゃぐちょぐちょにしたからね。どうしてねえ。ねえ。ねえ。はい。ぐい。ねえって何？ねえって何？わかんないよ。なんか言うなら言うです。最後までこの照れてほしくないよね。こう言い切ったら成り立つのに。なんかすいません、あの関西弁イコールおめこしかわからないんです。すいません。ごめん、ほんとにしたからごめんなさい。あ、椿のラインのアイディアを出てお前、坂手間男頑張れ、黙れってわー坂手間。え、ちなみに、え、これとこっちどっちが好きって聞いて。こっちとこっちどっちが好き。あんま変わんないよ、当たるから。なんか手ぐちゃぐちゃの人みたいな。とりあえず、ほら、あの、
あの椿くん LINE を教えて、まああの細押すにあの書いてます、細押すに書いてます、見てくださいね、書いてます、見てください、見てください、はい、はい、いいや、そうだね、うん、まあね、京都弁はいいよね、うん、俺安田美奈子のさ、あのあー、あれかわいいね、喋り方がいいなと思われる、うん、思われる、うん、なんか昔顔好きだったけど、京都弁って京都出身のお客さんいた今あ、まあ一応いた、俺なんか今までさ、4,5 人くらいいたんだけどさみんなこっちに出てきてるのが長かった子だからみんな京都弁で喋ってくんなくて、あー、そうだ、なんかあれみたいな、そのなんか近くに京都弁の子いなかったかも、京都出身の子いたけど、あ、グラス下さい、してください、なんか書いてます、でも男の広島弁かっこよくない、なんとかかっこいいよね、なんとかジャケー、ジャケーの、ジャケーの、かっこいい、かっこいい、あ、うっまあ、いや、でもなんか男は絶対広島がモテるみたいなところあります、広島と大阪がモテるみたいな、まあかっこいいもんね、まあね、かっこいい、いいな、いいな、広島出身だからね、お、俺と真央と、俺と真央とレンジはあれだもんね、こう西武沿線だもんね、そうぜ、西武沿線、あー、そうぜ、だから、ないもんね、憧れるよね、やっぱね、憧れますよね、あった、標準語だから憧れるのもあるよね、でもいいよね、地方の人はさ、どっちも喋れるじゃん、ね、いいよね、なんかいいよね、真央さんの出身は僕、練馬なんですよね、僕、東京なんですよ、そう、僕も練馬なんですよ、え、でも、ちょっともったいない、ガイ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 、よし、ガイ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 、よし、ガイ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 、まあ、練馬も持ったレベルでもないよ、隣なのに、あの、僕の所沢で、その次、レンジの地元で、その次、マウの地元なんだよね、で、新宿に至るみたいな、あ、でも光が丘が近い、近い、みんな、だから結構、そんな遠くいい距離ではないよね、でも、一番田舎なのは俺のとこですね、あえ、どこどこ、大さんのとこめっちゃ結構俺からしたら都会なんです、遊びスポットっていうか、セーブあるもんね、カラオケあるんで、まあね、あ、そっか、そうだよね、はい、あ、練馬柄悪いね、僕のとこカラオケないんで、うん、俺練馬で普通の人知らないから俺、うん、だからまともな人いない、おんちゃんのかな、で、レンジどこだ、小金井だ、いや、あの、小平です、小平だ、はい、小平だ、俺小平の教習所行ってて、めっちゃ近かったよね、教習所、そう、違う、なんかさ、はい、あの免許証さ、埼玉県所沢市で東京隣なのにさ、もう端っこじゃん、めっちゃ端っこだった、だけど免許の更新行くのが埼玉県の鴻巣市まで行かないといけないの、鴻巣って結構奥だよね、めちゃめちゃ奥なの、超奥で、超田舎なんだよね、でもそこ1個しかないんだよ埼玉、でもさ東京ちょっとさずれればさ、はい、変な話東京めっちゃあるじゃん、ありますね、あれが羨ましくてマジシコシコだったね、もう同じで最近お客さんに大樹なんか俺がなんかお前なんか言葉に詰まったらとりあえずシコシコ言ってたらなんか大樹シコエって言われるようになってうわ懐かしいな、シコエシコエやばくて、何いやなんかもうどういうこと、新東京自動車学校とかめっちゃ懐かしい、話しごらん、いやあんま思って徒歩2分ぐらい、学校ってどこなの、徒歩2分ぐらい、小平の方だ、はい、いや、めっちゃ嬉しい、すみません、ちょっと個人的な感じで、すみません、そうなんだよね、志向へね、みんな何絵が好きなのかね、女の子はね、聞いてみましょう、うん、でもなんか女の子ってみんなさ、なんだかんださやっぱ、他店にこう、行く女の子ってなんか今日ガッツし多くない、なんか多いね、うん、怖いよね、やっぱみんなガチガチにされたいのかな、ね、みんなガチガチにされたいのかな、シュージね、でも俺は温めてあげたいですね、あーあー、あのね、俺は温めてあげたい、レンジでいや、やばいやばいやつやばいやついるよ、やばいやついるよ、大樹くんにお願い、修二くんのパンパン見たいなだってなんだよ、ゆるゆるにされたいよ、半端ねえな、やばいやばいやばい、いや、いいね、気持ちいいね、欲しい半端ねえな、パンパン、パンパン欲しがり屋さんって言ってもらう、誰だよ、欲しがり屋さん、似合ってるね、え、俺はもう全てが似合ってるから
なんかそのせいでなんか言われてるようなメジュタネがねやってるよ。え、それは俺のファンが怒るよ。ちょっとさ、レンジってゲイっぽいよね。ちょっと怖いよね。毎回言われるんですよ。おい、ちょっと前出た時、前出た時、じゃあちょっとさ、こうゲイゼリフみたいな言ってみて。ちょっと言ってもらえない、あのこっちに向かってこっちっすか。うん、やらないか。多分分かる人分かるんです。あ、ゲイの人だったら分かるんです。はい、やらないかっていう。何やらないかっていう。ヤマジュンの言葉なんですけど。ヤマジュン、ヤマジュンって何。ヤマジュンヤマジュンって何。ゲイ漫画描いてる人なんですけど。あ、そうなんだ、見てんだ、逆に見たのかな。いやいや、まあそれはちょっと詳しく聞いたんだな、誰から。そういうことです。へえ。ちょっと俺、そういう人がレンジ、五十嵐に似てるって、うん、あれってあれでしょ。ホストやめてみって書いてある。にゃんでしょ、にゃんでしょ。はい。でも俺さ、マジさ、どんなことになってもさ、男とやれねえな。うん、でも今いないですけど、うん、ちなみになんかもう某キャストっすよ、うん、某キャストで、まあ、最悪男でやるとしたら誰がいいってたら、うん、大地社長でお願いします。あ、キャストはいましたよね。僕ですか。あ、そうそう。じゃあ出します。出します。いいっしょ、いいっしょ。まあまあまあ、そうですけどね。これね、なんかね。即答でしょ。俺とやりたいって言ったらね、キモいよね、ほんとね。見る目変わるよ。ちなみにどっちがいいのって言ったら、うん、やられる方を、やらない方をって言ったら、うん、いや、襲う方でお願いします。ああ。お願いしますって思いたいんだから。立ちがいいんだ。猫じゃないんだ。で、大地さんも猫でって。いや大事で、キモいね。求めてる感じやばいな。レンジは猫だもんね。俺っすか。俺どっちも行きますよ。こら。でも逆に ゲイってうーって思うけどさ、うん、どっちもできたらそれは、まあ、その方面からしたらまあいいよね。まあね、女も知れて男も知れてさ、うん、どっちも気持ちよかったらね、うんうん、てかいいに越したことはないよ、うん。しかもなんか意外にそっち系の人ってみんなかっこいいじゃん。そうだね。なんかイケメン結構多いじゃん。てか、最近なんかワイシャツが便利なことに気づいて。まあさらっと一枚いいしね。そうそう、ワイシャツをよく着ます。毛よくない、ね、スーツは着ません。肩が取ります。ワイシャツとネクタイは最近ちょっとします。かっこいい。じゃあさ、やっぱワイシャツネクタイさ、でもいいよね。あ、でもした方がいい、うん、最近今日思いました。いや、椿もいけますもんね。いや、そうね、いいなと思ってきた。なんか、うちのキャストハニーはさ、多いじゃん、なんかそう、初心っぽいの、うん、飽きたよね、もう、うん、そういうの口に言う、鉄火だけだよ。なんか、薬用リップをもらって、あ、そうそうそう、ね、めちゃめちゃ今荒れてて、あ、塗ってんだよね。あの、こうスノボ行ったじゃん、うん、唇めちゃめちゃ痛くて。あー、でもやばかったね。すいません、俺ゲイなんで誘ってんのかと思いました。あと左手首が、え、何？ならないです。いや、やめろよ。はい、うん、スーツ、ね、いいよね。でも スーツ派、私服派ってでも、まあ、うん、分かれるよね、ある程度は。それ聞きましょう、じゃあ、うん、スーツがいいか。あー、それいいっすね。まあ、ね、スーツが好きだったら俺もスーツ。それによってだからもう今後が変わる。シュージはまだ若いからね、まだスーツって感じじゃないよね、うん、なんかもうちょっとなんかラフでいいかなと思っちゃうけど ね、うん、おお、スーツが多い。でもスーツはね、髪色ね。で、スーツの前にシュージの顔のアップが欲しいって。そう、シュージ顔アップ。サンサンねえねえ、いずしこっちか、こっち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 か、そっち。スーツ多いな。こっちの方がね、多分ね、そっちね、映りはいいんだよね。こっちの方がいいよ。あ、こっちの方がいいんだ。そっちね、なんかね、ガファーあるよね。こっちの方がいいよ。シュージかっこいいもんな、やっぱな。サンソン、おい、ニーニー、イズシ、ドン。ちゃんとなんか向きが悪い。待って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 。ちょっと誰か、ちょっとシュウジ君指名してあげてくださいよ。イッサっぽい、イッサっぽい、イッサっぽい。よく言われ、そう。でもあれだよ、イッチャっぽいよ、ね。いや、でもイッサっぽい、イッチャっぽい、イッチャっぽい、イッチャっぽい、ね、でも直接見たらね、ちょっとなんかあのプラス良さが分かると思うからね。ときめきが止まらねえぜ、ね、うん、ドキドキお願いしますよ。ドキドキで、このタイミングで指名、イエイ。
キャバクラで風紀いそうだって。自分で買いかけてんじゃねえのか。開かないドアはない。売り上げ上げるための全てがここにある。考えてる時間がもったいない。お前の気持ち一つだ。じゃあどこで働くの。エスコレでしょ。さあエスコレーションで働こう。始まりました。第10に毎日無意味タワーしたい。してくれ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 、本当にお願いします。助かる助かる。 ありがとう。嬉しいよ。はい、そう、うん、ねえ、てか大事今日可愛い系だね。てかなんで俺かぶってきたのこれ。いやなんか気に入った気に入った。違う違う、髪の毛が最近もう嫌なの。わかる。なんかもう分かるじゃん。あったじゃん、マオにもあったでしょ、その時期的に。そのマオの多分3週間前の気持ちと一緒今。あどうしようこれみたいな。きっちゃんまた切ったらいいのかなとか、明るく切ればいいじゃん。どうしようかな。明るくすんならまた切った方がいいよ。切るんだったらでもなんかこうスーツで来ようかな、前のスーツ。あーいいんじゃないいいんじゃない。短髪ちゃんとして、うん、そうそうやろうかな思います。はいはい。でもこの帽子スノボで買ったんすよ。はい。で、僕スキー、スノボをする時の手袋をね、買ったんですよね。その時にね、みんなね、防水のやつ買ったんだけどね、俺のやつね、軍手みたいなね、茶色いモフモフした可愛いやつを買ったんですよね。そしたら、買って、タバコ吸ったら、燃えちゃって、で、まずそこで落ちるじゃん。もうこれダメだ、今日で終わりだ、とか言ってたら、そしたら、滑ってる間に、お、これ全然浸透し、みんな浸透するって言われてて、浸透しないじゃん、まあほらほらとかやってて、本当だってなってたんだけど、ちょっとご飯食べてる間に氷が溶けて、びっしょもう重くなっちゃって、うん、大変だったよね。使えなかったから、お別れしてきた、とりあえず軽井沢で。うん、そんな感じ。大地さん、前の猫耳帽子またかぶってほしい。かぶらないね、もうあれね、どっか家でなくなっちゃったね、ごめんなさい。はいはいね、はい、スーツね。ちなみに社長が手を振るだけでコメントが20増えます。ほんとに。はい、うわー、うめっ増えねえじゃん。いや、増えます。ここからです、ここから。私増えてねえね。ねまあ、ほんとだ、ほんとだ、来た、ちょっと来た。めっちゃ、ありがとう。めっちゃすごい。ほらほら、何してんよ、お前。ほんとだ、ほんとだ。すごいですよ、ほら。もう WWW 25億じゃない。コメント雑だな。うん、もうとりあえずもうこれな、コメント数増やそうとしてるだけでしょ、これ。うん、そうじゃ、ちょっと、真央くん黒卵って何黒卵って。真央さんの黒卵で多分25増えます。あ、俺の黒卵が20増えたの。25増えた。ありがとう。増やせ増やせよ、早くちょっとコメントしろよ。あー、ねえ、黒卵。何黒卵。あ、俺黒いから。でこれ、地黒だから。丸いからでしょ。あ、丸いからね。最近マジ太ってさ、ちょっと黒卵あげっていうのは通販でワンダーコアってやつ買って、今それの届き待ちなんですよ。ちょっとなんか来月再来月あたりちょっと俺多分一気に痩せるから、ちょっとあの痩せたらちょっと見に来てください。とりあえず痩せる前までいいんで。AV 男優じゃねえから。すごいね。どっちかって主人公が AV でいっぽいから。マオチョコボール。マオチョコボールやばい。シューボール。モリ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 
まあまあですね。ラーメン食べたいな。お腹空いてきたな。あ、確かにめっちゃお腹空きますね。この時間は。貫禄出ていいじゃん。やっぱ ね、雰囲気だよね。もうあの僕もホストじゃないんで。もうホストじゃないんで。とりあえずね、あの回収係だもんね。うん、回収係。いやでもね、正直ね、そんなホストしなくてもいいかなって感じだよね。もうね、とりあえずお店行ってお客さん来てくれたら超いいなみたいな、まあ、シコシコって感じ、本当にシコシコってめっちゃ関係ないですけど、前なんか社長に、大地さんに、なんか俺、耳が聞こえない人と、話だったじゃないですか、まあ、自分の数少ないお客さんから、はい、レンジってそういう人なのみたいな話したんですよ、いや、その時は、ホストじゃなかったし、学生だったから、うわちょ、早いわ言うの。え、どういうもの、あの話が全然見えない。なんか、その、ニコ生で話したんですよ、その話を、あ、耳が聞こえない子がいたの。はい、それと、俺はどういう動画止まってましたよ。好奇心で動画止まってた。動画止まってましたよ。好奇心で、好奇心で言うのはあれですけど、まあ、どういう声するんだろうと思って。またその話し出すの。いやいや、その話長い。長いでしょ。長くない。それを話して、さあさあ社長が、社長に次、で、社長がこの公の前に行ったんですよ、この公共の電波で、ニコ生でってこと。はい、ドン。その瞬間からめっちゃ連絡返り来るようになって。そのことなるほど。はい、逆にそれはレンジのお客さんのことでしょ。それは良かった、悪かったのよ。良かったっす。良かったんだよ。良かった、良かった。何なんだよ。逆に良かったです。やばいね、それ。何なんだろうね。はい、でもレンジの説明の仕方下手だよね。いや、それ俺も知ってることで。知らない子。いや、知らない子っす。あ、知らない子なんだ。だって俺ホストやってないですもん、その時。ああ、やってない時にね。レンジのこと暴露しとくね。レンジ暴露ある。暴露相手いないもんね。暴露されるほど客いないもんな。はいはい、ガイ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 よし、ガイ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 よし、ガイガイ。レンジコミショって感じ。コミショ。そう、俺なんか最近コミショって言葉を知ったんだよね。え、マジで。どういう意味なんすか。どういう意味なんすか。俺わかんない。え、なんかあれでしょ、なメンヘラの強いバージョンって。俺椿のお客さんに教えてもらった。俺はちょっと待って。コミュニケーション。グイグイよし、グイグイ。コミュニケーションはね、取りにくい人だから。取りにくいっていうか、こう、まあね、こう人見知りが激しくなっちゃって、はい、人みたいな。すごいよね、ま、いろんな言葉がだからありよ ね。コミュニティ障害ってでもすごいよね。普通に考えたらすごいよね。でも俺は椿障害になってほしいな。グイ椿、ほら、お客さん欲しいです。はい、シコシコってやった方がいいよ。なんか、俺はちょっとこう椿君見たかったんだよとかなんか言われたいよね。だからもう本当にでも椿目当てに来る子とかでもいるでしょ、別に。全然、やっぱ初回の子とかさ。え、でしょ。何言っちゃった。やばすぎる、マジで。ああ、衝撃的。いやー、なんかあれはやばいっすよ、ね、なんか椿見たいって言ってた子がね、可愛かったもんね、あの子ね。いや、可愛いっすね、やっぱね。こんな人だよね。そんな。こうやってやってて。マジや。いや、みんなでもいい角度、こんな感じなんだよね。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。いや、もう見せてあげたいな、みんなに。見せたいな。見せてあげたいな。本当に見せたい。それは本当に、ひどいさ。早いな、書き込み。グイ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 よし、グイ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 よし。正直こんなテンション低いのは二日酔いなんですよ、僕。めちゃめちゃ二日酔いで、であと目痛いのも、でも二日酔いの時コンタクトすると痛くないですか。みんな関係ない関係ない関係ない。おー、修二が、修二が頑張ってる。おー、修二関係ない関係ない。修二、携帯やばい。俺のちょっと俺の携帯棒読みじゃん。やめてよ、ちょっともう、ちょっと俺のクラッシュオブクランが。クラッシュオブクラン、やばいよ。え、この前1万円のやつはどうしたんすか。もう使った。あ、やばい。大事、課金すぎなんだよ。あれ大人なんだよね、課金しないと。
あー、クラのね、クラのね、クラの人に。だって、なんかゲームで援軍とかでお礼言わないと、ちゃんとお礼してください、社会人として当たり前です。それ言われる。すごいよ。こんな感じです。はい。それは言われる。ポイフル。これポイフル。シャイニング。ポイフルシャイニング。海とかうまいよね。危ない危ない。何やってんの急に。何やってんの。危ない危ない危ない。何やってんだよ。シュージやばい、シュージやばい、嘘でしょ、やばいよ、お前もそっち系もしかして。いや、それお前もそっち、あの、ファブ、ファブさん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 、だって目がもう、目がだってレンズとファブ、もうファブ合わさってるもん、もう飲まなくていいよ。お前そんな飲んだの。やばいよ、もうお前やばいよ、やばい、最悪だもん、俺もう、ハニー、もうハニーやだもん、やめろよ。違うね、もう飲まなくていいよ、もう。ハニーは本当にやばいね。酒なんでこんな弱いんだろうね。シュージ薬中だろ。あ、俺はお前に夢中だよって。うん、そうや、ね。お前はお前に夢中だろ。お前はお前に夢中だろ。夢中だろ。イエイ。なんで夢中だろって。めちゃめちゃさ、おっさんっぽいね。そうだね。よくでも新橋とか行くもんね。うん。ね、よしは。え、ちょっと待って、分からない、分からない、分からない。なんて言った大きな声で言ってみ。3、3、2、2、1、1、はい、よく行くところは、よく行くところは、3、3、2、2、1、1、1、おい、吉原行きたい、吉原行きたい、それはイエーイ、やばい、やばい、いや、それやばいよ、やばいね、イエーイ、あ、間違えた。吉原行ったことないもんな。いいよ、行ってみたいよね、一回は。なんか人生で一回は、うん、どんなもんなのかなみたいな、行ってみたいな、うん、社員旅行は吉原にしますか。それはバカだよ。じゃあやるやらないじゃないの。どんな感じなのかな、あ、どんな見たり見てみたいな。スタッフさん LINE していい、だってして、してちょっと、もうなんか ID 公開すぎねえよ。おいでおいで吉原炎上って感じ。ちょ、なんでさ、嘘、うん、ほら、あ、本当だ。懐かしいね。もうちょっと古いけど。やば。まあね、とりあえずね、オナクラってなんだよ。な、何？オナクラって何？オナニークラブ。オナニークラブ？ああ。行ったことないね。なんか多分箱に、箱に、箱って箱のやつですよね、それ。詳しい。なんかこう。何箱って箱ってなんか。え、なんかこう、箱の中に行って、こう、なんだろう。こう、カメラ。チンチンだけ出すの。チンチンだけ出すの。え、こうボックスがあって、チンチン、こういうこと。じゃあ、え、ボックスがあって、多分、多分女の子がこう、あれですね、こう画面上にいて、ってことですよね。それでこう、わ、いいみたいな感じの、そういうとこですね。テレクラしか行ったことないですよね。いいじゃないですか。行ったことねえよ、俺は。シュージのラインは、いえいえいえ。シュージのラインは、いえいえいえ。おはよう。ね。まあね、とりあえずね、ね、シュージも酔っ払っててね、まあでもね、ハニーがね、ハニーとね、バンビがね、あのね、ちょっとね、変だなってね、思われる人も多いと思うんですけども、やる時間帯が悪いんだよね。この、わかる？営業後でもみんなね、ちょっとベロベロで酔っ払った状態で、さらに飲むんで、それでちょっと、だから要は、ハニーとバンビが好きだばかって番組は、一番、悪いところを見せてるだけなんですよ。だから見てくればもう、あ、おい、いいじゃん、君、いいじゃんこれぐらいだったら許容範囲だよ。そう、だから要はこの番組をこういう風に見た勇者だけが紹介してくれるわけさ。ああ、勇者を、うん、そう、受け入れ体制して勇者大好き、はい、まあね、腹黒いこと言ってよって今腹結構頑張ったんでしょ。え。ねえ、先に落としておいて店で上がる感じ。そう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 、そう、狙い通り。そう、ね、いい感じね、いい感じね、うん、まあ、今日はね、まだマシだね、うん、まあ、基本初回3000円、ね、ニコ生見て初回グループ多い、うん、まあ多いね、多いね、多い、多い、そうだね、今日なんてね、弁護士の卵の子が来てね、将来500円で僕のこと弁護してくださいって言ったらいいよって言って、やばー、もう2年後が楽しみだ。楽しみだよ。キモスいきますね、キモス、
何キモいのどんだけ怒られてんの。どんだけ怒られてんの。ちなみにシュージのシラフが見たいってめっちゃ書いてあるよ、みんな。でもシュージのシラフはすごくいい子だよね。うん、そうそう、いいやつなんだけどね。でも酔っ払っちゃうとこうね、お前らも分かりやすいよ。めちゃめちゃなんかあれだね、あのちょっとやべえな、なんか誠実なところ見たいって。いや、まあでもあれっすよね、書いてある。すげえ障子とかぶんだよね。いやー、似てる、まあ、かる、超かぶるよね、はい、すげえ似てるよね。似てますもんね、顔も、うん、系統も、系統も似てるし、喋り方とか、うん、もうなんか上下関係も超しっかりしてるじゃん、うん、基本真面目なんだ。すげえ似てる、なんかやば、飲めるっしょ、うん、すげえ笑いますよ。飲むか、はい、よし、飲めるっしょって飲めるっしょでも、ちなみに翔さんの方がもっとお酒強かった。でもあいつもな、なんか酔っ払ったらプンプンするからアウトローみたいな顔してるし、ね、あー、はい、だからすいません、エンジン、おい、修二先生のエンジンかかっちゃってるもんね。やばいっすよ、やばいっすね、やばいっすね。あー、1時間に1杯飲まないと。修二やばいよ、割るなよグラス。いや、うん、確かに、うん、やーべえ、うん、嬉しいね、これの真央さんに一目惚れしました。てか黒玉子ネタ長くね、うん、分かったよもう。何ブスブス分かったよもう。多分真央は黒玉子って言われるの嫌なんだよ。いや、どっちでもどっちでもいい。だからしつこい、どっちでもしつこい、しつこい、しつこい。やんないの、やんないの、置いて、置いて、置いて。なんだろうね、楽しい、楽しい、ピータン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 、マジで。ピータンほど黒玉子、ピータンは誰に言ってんの。めっちゃしつこいね。ピータン誰に言ってんの。ピータンは誰に言ってんの。チョコボールの鍵に分かってるもん。おうおう、ピータン黒玉子だ。タッキー翼の翼に似てて、誰が似てんの翼に。誰だろうね。押した。あ、じゃあ俺もだから松本人志でいいよ、俺も、うん、うん、黒玉子のあ、え、俺がタッキーやんの翼の翼ってこと。え、翼どういうこと、どういうこと誰が翼に似てる、誰が翼に似てるの。全然わかんないんだけど。向井、向井、もうそれチョコボールでしょ、それ押さえいや、それじゃない、そのね、あ、シュージ、ミカサ、あ、シュージのこと言ってんの。あ、あ、似てるかもしんない、でもちょっとわかんなくもない、うん、うん、マオチンかっこいい。マオチンコってこと。マオチンかっこいいってこと。かっこいいね。第10秋竹竹城に訪問してよ。何それ。秋竹城になるでしょ、あの女優でしょ、なんかおばちゃん。滑舌、滑舌をよくしてちょっと喋ってみる。滑舌、うん、レイジ、滑舌もらえな。早口言葉いくわ。レイさん、ねえ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 、俺さちょっと秋竹修二くん燃えまくりです。おぉ、修二。おぉ、ね、ちょっと修二のこと指名してあげてよ。燃えちんじゃん。ああ、わかった。お前、タバコ吸うんだよ。ダメダメダメ。やめろ。ダメダメダメ。ダメダメ。っていう感じでね、ちょっとあの、僕ちょっと困ってきたんで、CM。はい、深い話はね。ね。ママの駆け込みたい。あ、まあ、悪いやつだな。お前、追い詰めるぞ。つけてんな俺。レッドブルを超える大人気ポピュラードリンク。二日酔いがなくなる。お酒が一杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。はい、ニコライトをご覧の皆様、どうも直樹です。
さあ今日はですねって言って今から説明しよう思うんだけども、ちょっと時間がないから尺がないのよ。読んで、いっぱい書いてあると思うから飲んでみるわ。うん、あんまりやじない。まあこの後一体どうなるかは、ブログだったりニコライドで言いたいと思いますので、皆さんもぜひものは試しよう、流行りに乗っかってみろ。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。今日1時間早いよ。やだ、もうすぐ終わるね、君と僕の関係。嘘でしょ終わっちゃうんだ、逆に終わっちゃう。いやねえ、早いねえ、消えた修士、あいつタバコ吸いに行ってるよ。うん、大事にいないな。嘘だ、いいね。この後日暮らし、日暮らし、すみません、昼だから。うん、お金使えないけど行ってもいい、来るのは自由です。はいはいはい、飲むと酔いが遅くなるってカイチンが言ってた気がする。そんな、なんかダイさんにハニーとバンビの合同 CM 作ってほしいらしいです。CM ってのは流れるやつ。はい、でもこの間撮った、あ、でもダイ撮ってないか、まだ。あ、あれはまだ撮ってない。そう、まだ、ハニーって営業えぐい、えぐくないよ。ハニー優しいよね。優しいと思われる。あれなんか他店ほど色濃い本営じゃないんですよ、店は。すいません、いそりです。まあ、とりあえずミーティングで言うことが、あの基本的に多分ホストのことっていうより、あのね、なんか日本の常識みたいな、なんかこう一般常識しか言わない、人としての話だよね。ルネッサンビルバッティングセンターの向かい。そう、僕優しいっすよ。なんかさっきなんか性格悪そうとか言われたっすけど、まあ、性格まあ多分良くないけど、優しいっすよ僕は。優しいよ、ぬるいで。おお、ねえ、タバコいいな、吸いたいな、タバコ。まだ黒タバコ。その黒タバコのやつ、あれ、あの BHF のやつ。いや違います、違います、違う、違う人、違う人。俺 BPF の人はちょっとアカウント大体わかるんだ。マルボロメンソール、ウィンクできない。会いに来てくださいよ。はい、ください。僕黒たまごですけどいいですか。僕でもいいんですか。優しいなら賭け負けてよ。あ、ぼ、お前殺すぞ。殺すぞお前。負けられねえだろ。普通に自分のできる範囲で飲みに来てください。アイオンチューして、うっ、もうお前やばいな、お前デロデロじゃん。デロデロじゃん。デロデロっすよ、しゅうちゃん。そうね。あ、ごめんね。ありがとう。おはよう。さあ、好きだバカ、好きだバカ、よ、好きだバカ、好きだバカ、バカ。うん、じゃあダイヤさんしんどそう。てかちょっとレンジのコメントもしてくんない。そう、ちょっとレンジのコメントもしてよ。レンジほら、じゃあレンジアップで、レンジ住めちゃう、レンジアップで好きだバカ言ってよ。レンジ住めちゃうから、スローブ着てるのって、ほらレンジアップで好きだバカ。どうせなんかゲイフラグ立ってるけど、じゃあちょっとあの、ちょっとこれほらやって、ほらあそこ見て、ほら好きだバーカ、ほら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 、3、3、2、1、5、ゲイじゃねえから女が好きだから好きだバカ。あ、っていうことでね、っていうこと、っていうことでっていうことって言ったら、ごちそうさまです。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 もうゲイって言われてる。ゲイじゃないよ。修士好きになった、どうしてくれるんだ。だから俺のこと教えてやるからって言っとけよ。これが俺のこと教えるよ。いや、お前じゃないよ。負けやんマジで。ちょっとちょっとちょっと、それは匂い、匂う匂い、匂い、匂い、
ゲイ臭がすごい匂う。近くで見たらダメだなとか。おいで修士。いやおいで修士。そんなことないよ、レンジ肌綺麗だよ。でもうちわりかしかっこいい子でも多いよね。うん、キモ多すぎる、マジ嫌だ。いやなんかちょっと面白い話があって、なんか修士がちょっと前になんかホストの同業行ったらしくて、そのホストとしてじゃなくてなんかお客さんとして女の子と行ったらしいんですよ。そしたらもうなんかそこね、なんかブサイクしかいなかったんだもんね。ねえ、ね、やばかったんだよね、なんかそこの店で。からのお前大丈夫だよ。からのなんか修士もあの送り選んだらしい。男なのに。学生でもいいよ。男なのに。男なのに。ねえ。ねえ。まあ大事のお客さんと爆弾してみて。いやー爆弾したらね、ちょっと話変わってくるよね。いや爆弾っていうか別になんかね。でもうちの店ないよね。ない。なんか他店で結構聞くじゃんね。うん、爆弾してたんだとかさ。うん、でもうちないもんね。うん、なんか揉めたりしないもんね、お客さん関係で、ね。どっからが爆弾、うん。どっからが爆弾だろうね。でもなんか線引き難しいけどね。難しい。そういうモットーで揉めたことはありませんね。うん、はい。1分前ですね、うん、あ君と僕の時間ももうあと1分だよ。寂しいね。寂しいね。うん、やばい、ね、でも大丈夫だよ。あと30秒ぐらいは繋がってられるよ。君と僕との関係はシコシコ。そうか。ちょっとね、ちょっと酔っ払ってテンション上がってきちゃった今さ。今夜のシコシコ。ちょっと酔っ払ってきちゃって。イエーイ上がってきちゃった、はい、イエーイグイグイ入れてやるよ。よしこいグイ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 よしこいグイ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 よしこいグイ。ああ誰ダブル指名したいの？ダブル指名って書いた人。あ入ってこないね。あもう終わっちゃうよもう。やだ。みんなまた再来週見てくれよ。じゃあねクラバリーバイバーイ。ありがとう。でもなく黙り込んだことにさえ何回目を錯覚だ笑っていたろうさっきまで使い込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。